はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆきです。はい、今回はですね、フローリングを貼っていきたいと思います。はい、フローリングを貼る場所なんですけども、もともと浴室だったところですね。はい、そこにタイルがあるんですけども、その上にフローリングを貼っていきたいと思います。はい、まあ、ただ普通に、貼れないので、しっかりね、目地で下地を起こして、その上に、フローリングを貼っていくという作業になります。はい、で、実はね、前半ちょっとカメラ回してたんですけども、ちょっとうまく録画ができてなくてですね、はい、一部ちょっとスマホで撮り直して、やり替えてる部分があるんですけども、まあちょっとその辺は気にせずね、今日はね、フローリングを貼っていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、これがね、現状のタイルの下地になりますね。はい、これの上にね、下地を作って、フローリングを貼っていきたいと思います。はい、ではまずレーザーでね、水平をしっかり見ていきたいと思います。フローリングの仕上げですが、敷きの面落ち、敷きの面落ちあたりがフローリングの仕上げになるように、下地を作っていきたいと思います。はい、一回寸法測り終わったら、それに合ったパッキンですね、今回はベニヤを使ってパッキンを作って、それで高さを調整していきたいと思います。はい、高さ決まりましたんで、コンクリート用のビスでね、固定していきたいと思います。反対側はこういう形で止めてあります。はい、浴室落ち込んでいる部分は受けをコンクリートビスで止めて、それに、ビスで止めていきます。はい、両端が決まりましたら、水糸を使って、中央のね、高さを出していきたいと思います。はい、水糸を使う時なんですけども、この時にね、同じ大きさのパッキンを両方の水糸にかけて、それから真ん中の方を見ていくと水糸も見やすくなります。はい、中央もですね、こういう形で水糸を張って高さを合わせて、ビスで固定していきます。はい、これでね、一番下の下地が完了しました。はい、こうやって値段を並べていきます。値段のピッチなんですけども、本来は、尺ピッチでいいんですけども、今回ね、ちょっと75ピッチですね、ちょっと荷物を置くということで、相当の荷重が耐えるために、75ピッチですね、7寸5分ピッチで、下地を作っています。位置が決まりましたら、ビスで固定していきます。はい、ビスで全て固定が終了しました。はい、値段の上にね、構造用合板を敷いていきます。はい、しっかりビスでね、固定していきたいと思います。はい、この時の、要注意事項なんですけども、壁と構造用合板を、あまりひっつけないことですね。わずか、差し金1本でもいいので、隙間を開けといてください。でないと床なりの原因になったりしますので、その点が要注意点です。
はい、真ん中の方はねしっかり墨を打ってビスで固定していきます。はい、真ん中のビスのピッチなんですけども、およそ150ピッチで、大丈夫だと思います。はい、一応新築の、基準ですね、一応基準としては N 釘なんですけども、釘のピッチが、およそ150ピッチで、固定になってますんで、ビスも同じ要領でいいと思います。はい、続いて2枚目の固定です。ここも同じですね、差し金1本分構造用合板の隙間開けと言っておくのが、ポイントです。はい、これで全て構造用合板の固定が完了しました。はい、フローリング貼る前ね、必ずゴミをきっちりとね取っておいてください。こういった小さなねゴミもねかなりの原因になったりしますので気をつけましょう。はい、フローリング貼る前に、割り付けを見ていきたいんですけども、フローリングあたり、1枚ですね、だいたい大きさが1尺ですね、1尺のフローリングになりますので、このね、目地ですね、ここの目地がいわゆる際に行き過ぎてしまうと通りが悪い場所とかね、そういうところですごくトリガーのことは目立ってしまうのと、あとまあやっぱり目地がね際にあると加工が悪いですね。ですのでなるべく切らないといけない場合は、目地から避けた、この辺りですね、この辺りがまあ避けれない場合は仕方がないと思うんですけども、なるべくこう振り分けて、置くっていうことが大事ですね。で、まあどうしても避けれない場合は隠れやすい場所ですね、例えばまあ押し入れを置く場所で、タンスを置く場所とか、そういったところに、目地の際を持っていったりとかするんですけども、まあ、なるべくですね、際、壁の際は、まあ、半分よりもこっち側ですね、際に来るようにですね、調整してあげるのが大事ですね。はい、今回まあ4尺6寸5分ありますんで、ちょっとまあその辺を振り分けて、ね、目地を見ていきたいと思います。はい、はい、こういったねちょっと出っ張ってる部分ですね、フローリングの方を切り替えでもいいんですけども、ちょっと手間がかかるようでしたら、こうやってね首切りといって米を入れて取ってあげると非常にフローリングが張りやすくなります。はい、ではフローリングをカットしていきたいと思います。はい、フローリング貼る時なのですけども、1枚目貼る時は必ず墨を打ってください。はい、今回床暖房ではないのでボンドは必要ないんですが、こういった敷の前ですね、こういったところには、こういったウレタンボンドですね、そういったものでしっかりと固定していきます。はい、フロアを止める際なんですけども、こういったフロア釘で、止めていくことが、昔はよくありましたが、今回ちょっとこれは避けまして、フロアタッカーですね、専用のフロア用の、エアーツールを使って、フロアを止めていきたいと思います。はい、釘のピッチなんですけども、およそ1尺に1本以上細かめに打っていれば、大丈夫だと思います。はい、こういった化粧のものを打ち込む場合は必ず当て木を使って、打ち込んでいきます。はい、サネの部分も必ず当て木を使ってください。はい、通常は、突っ張り棒を使って押さえておいたりするんですけども、ちょっとね今回はこれでちょっと引き上げなきゃいけないので、今回は、ピンタッカーですね、ピンタッカーで、敷居の際を固定していきたいと思います。はい、側面を止める際は、この長さで2発止めていれば大丈夫です。はい、フロアを張る際はこういった平バールですね、こういったものがあると便利です。専用のね平バールも売ってますんでね、そういったものを使ってみてください。
はい、これで針じまいになります。針じまいのフロアは、3年に釘が打てませんので、脳天からですね、はばきもしくは、雑巾釣りで隠れる部分に、タッカーもしくはフロア釘を止めていきたいと思います。はい、ラスト1枚ですね。はい、ラスト1枚両方サネがありますんでね、これこうですね、はい、こことここですね。はい、なんで、こっちのね奥行きを優先して、寸法を切ってあげて、ここに関しては、サネのところですね、ここまで、寸法を見ずにここピッチで入るようにですね、ここですね、ピッチで入るように、切ってあげます。でその分ちょっと最後ここだけすきますんで、その隙が、まあ、最後外周回るはばきであるとか雑巾釣りであるとか、その辺で逃げれる範囲でね、やっていけ切ったらいいと思いますんでね、その最低限ちょっと切っていきたいと思います。はい、今回の壁の仕上げが、このタイルが仕上がりになりますんで、逃げがそこれほどありません。ですので釘が効かないかなと思ったので、ちょっとね今回は、最終針じまいですね、針じまいのところはボンドを塗らせていただきました。はい、では最後の仕上げになります。今回はねはばきではなく、雑巾釣りを打っていきたいと思います。はい、で、今回ねここね、タイルの部分もあるんですけども、モルタルが塗ってある部分もありますんで、ちょっとそこだけ通りが悪かったので、カンナでねその辺をある程度調整して、最後はね、まあ、コーキングで逃げると思うんですけども、ちょっとねその辺を削っていきたいと思います。はい、本来はね、壁際に向かって、ピンタッカーもしくはフィニッシュで止めていくんですけども、今回壁がタイルですので、床に向かって、ピンタッカーで止めていきたいと思います。
い、ということでね、無事床終わりましたね。はい、大事なのは、この下地ですね、フローリングを貼るというよりかは下地を作っていくのが大事になりますんでね、下地を作る際ですね、今回は21ですね、27の 60mm というものを使ったんですけども、それを 35mm 角の寸3に変えてあげたりとか、35の21かなの、本物というものを使ったりとか、その辺は、状況に合わせて臨機応変に変えていけばいいと思いますし、はい、であとはその下地のパッキンですね、今回ベニヤ、4mm と 2.5mm のベニヤを使って、何枚か組み合わせてね微調整したんですけれども、そういったことをしてあげて、調整してあげる、それをビスコンで留めてあげるっていうふうな、今回作業しましたんでね、畳の部屋をね、フローリングに変えたりするときも同じような要領で使えますんでね、必ずね、フローリングの下は、構造予防板を貼って、持たせてあげてください。でないとフローリング1枚ですと湿気でフローリングね、こう溜まったりしますんでね、必ず構造予防板を1枚かますというふうな計算をして、約 24mm 下がったところを下地の天板というふうにしてあげると、より長持ちしている床になると思いますし、綺麗にいくんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ皆さんも調整してみてください。はい、ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回を見ていただけると嬉しいです。それではまた。